ございます。始まりましたね。始まりましたね。都市伝説、都市伝説。あっち、いやあっち走ったっすわ。いやめちゃめちゃ走ったんすよね。まあ今日は5分の2のスタートっすね。そうですね。5分の2、なんか6人ぐらいかな。あ、そうか、ツイッターか。あ、そうです、そうです。よっしゃ、ここから、一旦 CM 行きますか。行きましょう。 CM どうぞ。暑いっすね。しっかり水飲もう。そうそうそう、な、落ち着きがない。そう、落ち着きがないね、皆さん。なんか今日背景、背景いつもこんなんでしたっけ。なんか、はあ、誰も来ねえ。そうなんですよね。まあなんで、まあこんなに僕とレイヤ君がね、こんなに疲れてるかっていうのはね、走ったっすね。走ったからなんですよね、歌舞伎町ダッシュで。で、まあなんで走ったかというと、4周年なんで、うちのお店がなんと今日でね4周年を迎えるんで、はい、AJ がクラブ AJ が4周年を迎えるんで、ぜひともお祝いをしたいなと、ということで初お店から持ってきたんじゃないですよ。僕が自腹で買ってきましたからね。今来る時に買ってきましたね。僕が今自腹で買ってきましたからね、このシャンパン。そう、仕事前にね、この時間にね、まだオープンも始まってないこの時間に、ね、酒を飲みますか、シャンパンを飲むと。これだからもう僕とレイヤ君は乾杯はだけなんで、まあ、遅れてきた人たちが残りを飲んでもらうっていうのを後でやってもらうんで。まあそうですね、代表は結構行ってほしいですね、これ。そうですね。大丈夫ですかね、パン行かないですかね。パン行かへん、これ中身大五郎、大五郎なわけないやろ。どう見たかってモイシャンドンや。おー、パン行くんちゃう、やばいんちゃう、いける、大丈夫ですね、押した、押した、いけるね。あっち、いやー、ほんとにね、シャンパン持って走ったわ。仕事前から飲むってまあまあ、ね、仕事前からね。まさかのシャンパンですよ。あります、そんなこと。なんか僕寝起きですからね、まだ。間違いね、間違いね。まだまだ全然寝起きですからね。今日メンバー豪華、まあそうですね。そうなんですよね。かけるは今日で売りかけ会社。かけるくんね、どうなんですかね、いてないんで、ちょっと分かんないですね。よく分かんないんですよね。代表来ますね。今代表来ます、代表来ます。あち、とりあえず一回乾杯しましょうか。よし、いただきます。よし。あーこれシャンパンだ。あー、いやいや、本物のシャンパンだ、ね。あ、行くのやめるは大って書いてるね、これ。大、あ、代表だな、あれ。大ってあれですかね、大のことですかね、うちの大のことですかね。うちの大、もうね、これ待ってるんでね、これがね。割とある、まず全然キンキンに冷えてやがるから。本当に今買ってきたばっかり、本当。そうですよ、そうですよ。あ、久しぶりですよ、普通の自分のお店以外でシャンパンを普通に買いに行ったのは。自腹で。自腹で。いやいや、ほんと4周年なんですけどね。どうですかね、どうですか。でも俺4周年のうちもう3回目なんですよ、周年。だから2周年、3周年、もう3回目なんで。3回目、2回目じゃん。いや、僕あれですね、2周年の時は入って1ヶ月目とかで、で、3周年が去年で、なるほどね、4周年が今回なんで。あ、でも一応全部覚えてますよ。前の箱が初めて2周年の時だったんですけど。だって、まあ、ちなみに僕とレイヤ君そんなに変わんないですよね。変わんないですよね、ぶっちゃけ。そんなに変わんないですよね。ほぼ数ヶ月ぐらい、同じぐらい、ほんまに2ヶ月ぐらいちゃうかな。だって俺が今2年1ヶ月とかで、僕も東京に来てからまだ2年ちょっとなんで、そんなにね、ほんと同じぐらいですよ。ほんま同じぐらい。最初の周年はやってないですよね。全然ほら、全然ほら、大阪で普通になんかご飯作ってた。大阪で普通にご飯作ってたから、その時は。え、じゃあ全部やってるのって言ったら、もう多分リキトくんとはるかくんぐらいじゃないかな。ゆうきさんってどうなんですかね。ゆうきくんのはね、でもなんか途中でそんな子いたっけ。そんな子いたっけ、逆に。そうっすね、ね。え、代表は4回やってないですよね。代表も4回やってないね。やってないですよね。そうだから、まあ代表も代表って言われてるし、僕も店長って言われてるんですけど、まあポットでですよね。本当に。ちょ、
ちょいちょいいないですもんね。そうですね。ポットで、ポットでなんです、本当は。こんな偉そうにしといて。逆に、あ、そっか、かけるさん今いないからな。かけるさんはまあ割と長めの場所にはいたっすもんね。あ、もしかして、もしかして、子さんのメンバーが来ましたよ。ちょうどいいのが。誰だと思いますか？あ、ちょっと待ってくださいね。誰だと思いますか？誰が来たと思いますか？確かに。あとね、多分ね、あと、はるかくんと、あ、多分代表と、にぎとくんが来るんですけど、まあ、まあこれね、多分、あとね、大体そうですね、9割ぐらい飲まれてて、何割飲んでほしいか。あ、今来た人に。そう、今来た人に何割飲んでほしいかっていうのを、とりあえずね、確かに。一発目に帰ってくれた人に、うん、とりあえずね。まあ3人いて誰が来てるか。そうそう、3人、誰が来るか分かんないです。3割。はい、いました。3割。はい、じゃあ、登場してもらっちゃいましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ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 、こちらへ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。むちゃくちゃやっとるんすね。はい、3割。3割のグイー。3割のグイー。いや、よかったよ。8割って人もいたんだから、3割でよかったよ。ほんまや、ほんまや、ほんまや。8割って書いた、書いた人が最初に来てたらもう終わっとったな、完全に。ガチでシャンパンでしょ。あ、でもね、でもね、リキト君ね、まだね、セーフなの、ギリギリ、実は。グラス3つしか持ってきてないから、俺。そうそう、なるほど。4つあったんですけど、1個あっちだけ。そうそう、1個ね、4つあったんですけどね。さよならしたんで。そうなんですよね。1個、来た瞬間にね、僕がね。危ないっすよ、足。来た瞬間に僕がね、落としてました。さよならしちゃったやつですね。そうなんですよね。そうなんです、1個。始まる瞬間に割れたっすね。始まる瞬間にね、やっちゃった、やっちゃったっつって。おめでとうございます。ありがとうございます。4周年ということで、もう全部周年です。全部おるもんね、リキッドはね。全部言いますよ、ね、全部言います、全部言います。あー、熱くね。熱い、マジで熱い。熱だな。あーあー、うまっ。冷房10度とかにできます、ね、めちゃめちゃ熱いから。でも冷房ついてるのかな。そう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 。いやいや、でもね、こう並んでスーツ着ての見たらね、なんか新鮮やね、やっぱスーツ着てるのね。確かに確かに、かっこいいっすね、やっぱり。俺だけタクシーの運転手みたいな。あと帽子とかかぶったらもう、うん、完全にタクシーの運転手。白い手袋つけて、待てるけど大丈夫ですか。めっちゃ飛ばしそうっすよね、こういうこういうやつはめちゃめちゃ危ない。こういうやつ、こういう見た目のタクシーの運転手はパッて見たらメーターの上に倖田來未の写真とか貼ってる。絶対貼ってる。ちなみにあのコタクは結構マジで危ないもんね。あー、確かにあるね。たまにレクサスとかクライスラーとかいますからね。おるね。おる絶対燃費もったいないのに。そうなんですね、髪型もね。だから今日はね、もうタクシーの運転手で行こうかなと思って。今日は行きましょう。そうそうそう、あの、まあ、ガリガリガリクソみたいに印象で捕まったろうかな。あー、出たね。トレンディーっすね。時事ネタ、時事ネタ捕まったっすもんね。ね、だいぶ来てますよね。いや、もう俺もレイヤーも走ってきて、まあないっすよ、大丈夫。俺は歌舞伎町走る。そうそう、走ってきて、ほんまに何やろな、喋る内容も何も決めてなかったから、やっぱこのニコ生ってやっぱリキト君の独壇場なんで。いや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 、最近ガクですよ、ガク。いやいや、もうね、そんな子いたっけ、ガク。ガク君は、まあ、でもナンバー上がってっすかね、ガク君。ああ、確かに。そうなん。そうもう一応上がってるんですよ。全然知らんかった、実は。まあでもガク君といえばね、もうガク君っていうか、もう実際にはいてないんですけどね、うちの。あ、そうだそうなんだ。そうなんだ。もうガク君じゃないんだ。そうなんですよ、ね、解明だ。今日なんとね、昨日解明したんですよね。そうですね、今日一昨日ぐらいに。そうなんですよね、昨日、ね、もしもし、急に電話出るな。中継ですか。現場からですか。今通りがわからない。そうなんですよね、はい、前はね、大学から電話が来て、あの通りがわからないということで、風林会館のファミリーマートあるじゃないですか、右斜め前、春菜とかの。あ、言っていいのかな、これ。俺も思った、今。有限って、あ全然違くない。とりあえず、え、なんでわからないですか。初めてではないよ。ググれ。ググれ。iPhone レスキューのところって言った。あ、iPhone レスキューのところっす。もうわからないって。バカ、あ。もしもし、おはようございます。ちょっとね、そうなんですね、こんなこともありの。ありますね、こんなこともありの。そうなんですよ、林会館のファミリー。そうなんですよ、ね、そんなことで、ガクの名前を早く言いたくて仕方ない。ガクね、名前改名したんですよね。ガク名前改名したんですよ、実は。そうなんですよね。まだ飯届いてないですけど、ね、まだ飯届いてないですね。あの、細尾さんまだ、え、細尾さんもまだ変わってないよね。まだ変わってないですけど、うん、まあでも、まあね、多分ガクっていう名前よりはいいんじゃないかな。間違いないです、うん、あの、呼びやすくなった。そうなんですよね。しかもぽいっすよね、うん、みんな気になるでしょ。気になるでしょ。ここまで言うてるけど言わないですよ、ここでは、うん、この場では
言わないんで。だからぜひともね、これ見てる人はね、ガク君に LINE を送ってあげて、何になったのって送ってあげて LINE か、まあ直接会いに来るが一番いいです ね。発表しないですね、はい、発表しないです。言いません。発表しないです。あ、ちょっとリキト君が3割飲んでないんで。あ、本当ですか本当ですか今来ます、代表は。3割飲んでないんで、一回ね、これがね、なんとね、一瞬でなくなりますよ。一瞬でですよ。イリュージョンだな。一瞬でこれがね、なくなりますからね。一瞬で。はい、まあ、グラス持ってください。はい、いきますよ。いきますよ。はい、あっ、あっ、あっ、隠すの、取るの早い。もうちょっと隠しててほしかった。まあまあ、グイッとグイッといきます。一回いきますね、そしたら。グイッとグイッと。おやひひ、はあ、なんとね、やはりね、もう一人のなんとお酒好きが到着したのかな。そうですね、多分そうですね、到着したのかな営業終わりぐらいのテンションもうこれ顔泣きそうやん、もう泣きそう、泣きそう、ちょっと涙泣きそう、泣きそうっすよ。あー、すごい。あ、あ、や、まあ、いいですか。あ、僕はもうバレてるからね。もうよし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 、予定より5分早いな。いやいやいや、ほんとギリギリに来る予定だった。5分前コール。いやいや、シャンパンでちょっと乾杯してたら、マジ見てたわ。いや、引くわ。これ僕自腹で買ってきたやつね。マジですか。タクシー乗りながら見てたけど、コメントしたもん俺。いや、バカなのですか。じゃあね、じゃあね、あのこれ今ね、見えますかね。あとこれぐらい、これぐらい残ってるんで、これはもうね、全部じゃあ代表に。代表に。じゃあ全部代表に。一回ね。どうぞどうぞ。ありがとうございます。多分ね、おそらく代表も寝起きやと思うんで。これだいぶやばいっすよ。高いですやばい。ちょっと待って、誰得？誰得？まあやっぱお祝い事って年に一度のね。にしたいよ。いや、ね、あったのよ、さっきまでは。割れたんだよ。さっきまではグラスあったんやけど、4個あったんですよ。これでいくんじゃん、これで。やった。いやいやいや、散々下の子にグラス割ったら怒るんだけど、さっきまではあったんだけど、さっきまではあったんだけど、もう今はないから。じゃあこれでいいか、これこれ。いやいや、ちょ違いますよ。一回リキト君は一回これでいってるんで、リンダして頑張りましたよ。そうなんですよ。じゃあ平成4周年おめでとう。おめでとう。じゃあミュージックかけてもらいます。あ、終わるまでのミュージック。ペッパイナップ。あ、うおー、飲むねー、飲むのえー。蝶ネクタイがおしゃれ。蝶ネクタイがすごいおしゃれ。出だしからすごいっすね。あ、やばいね。この9999って何なの、ね、いや、わからない。あ、わかった。グイグイグイじゃないの、違うの。笑ってるんだ。あ、笑ってんの。クって言うの。野口さんみたいな。ははははは。いや、なら8やな。はははのが8はパチパチパチ。ああ、確かに。9はクククク、でグイグイは9199って言うでしょ、野口さん。ああ、なるほどね。クククククって言うでしょ。いや、俺がっつり二日酔いでさ。ご存知の通りのところで。ああ、やはり、うん、まあまあまあ、知らんがな。そんなもん知らんがな。そういうの知ったこっちゃないがな。それでいこう、そこクッとね。昨日ね、明日周年だってなってんのにめっちゃ飲んで、ちょっとあの前夜祭しちゃったっすからね。そうだね、前夜祭がすごかったんで、みんなでね、あのセブ入れの前で缶ビールピシッ。ヤンキーか。行きましょう、行きましょう。久しぶりに来たな。いや、なんで迷子になったんですか、そもそも。いや、俺いつもあのなんとか通り、なんとか通りの横の3本ラインが分かんないんだよ。3本ライン ?3 本ラインぐらいあるでしょ。あ、桜通り。そう、なん、そう、はいはい、なんとか通りとか、うん、そう、それそれ。そう、あっち、ね、あんま、あ、そうそう、あんま歩かない、歩きたくないし。お、今日もたくさん飲もうね。多分これ代表に向かって言ってるんじゃないかな。絶対違う、多分ね。間違いない。まあでもまだあるから、多分ですよ、はるかが来ないから。マジで。だから全員でこれは飲み切らなあかんっていうことで、ね、まあまあね、放送中にあと15分ぐらい、あと15分あるんで、とりあえずちょっと一回いい。だから誰にね、なんかの、なんか決めたいですね。で、リキちゃんお願いね。はいはい、日本酒みたいな。あ、だいぶ減った、だいぶ減った。乾杯。じゃあこれで CM 行こう。これ飲んで CM ですね。じゃあ CM 行きます。先輩
どうしても一緒に働きたくて。今なら退入最大1万円ですよ。マジっすか。すぐ連れてこい。すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジュニだな。CM 中に恐ろしいことが起こってきましたよ、本当に。やばかったっすね。 CM ですって言った瞬間にもう誰か、誰とは言わないです、本当に。本当、はいはいはい、誰とは言わないですけど、誰かがね、いきなり、いきなり、おしゃべり、これもう捨てちまおうぜ捨てちまったらいいんじゃねえのバリのバレないでしょぐらいの。信じられないですよね。まあ、誰かもおしゃべりがずっとね、本当にこんな素敵なお酒を、こんな素敵なお酒を、シャンパンを、いや本当にね、もう悪者扱いお店では入れてもらうたびにそうですよ、素敵なシャンパンありがとうございますって言ってるのに、あれ何こう、しっかり飲みでやるとこで話家さんみたいなめっちゃお前なんてね、うん、いやこれすごい、本当に破壊力やばい。でもだから、もう僕らはもう今飲んでるわけやから、うん、もういきなりね、ぶっ飛ばしていけるよね、本当に、うん、だから映画始まったらもう、だこれ見てるのが僕らのお客様なのか、まあ、おうちに来たことない人なのかもわかんないですけど、ね、ここ言うにはもう一気にもテンションが飛んでから、もうトップギアでいけるっすね。おーちょっとね、そうだよね、ブンブン、ブンブン系ですよ、ブンブン系。ちょっとヒゲ生えてきてない？いや、早い早いでしょ、まださっきそっちだ。一回9時ぐらいに30分ぐらい寝るわ一回かっ飛ばして、うん、あーねえ、まだ営業前ですからね。あ、でももう営業始まってますよ。っっす、今もう始まったことですね。そうなんですね、まあ、今日はあれですね、どんな、なんか僕がいじられたんですよ、あそこ、おたき上げ、なんか、あー、見た、あなた見ました、うん、クラブ、なんかクラブ、お寺を、なんか作れ、みたいな、あー、あタワーの代わりに、おたき上げで、みたいな、はいはいはい、はい、OTE、で、コールが、あのお経って、お経ね、めっちゃいじられたんですよ、めっちゃ面白い、おもろ、おもろ、それおもろ、めっちゃいじられたんですよ、ひなたくんはね、ひなたくんはどうなんですかね、こんな子いましたっけ、ちょっと僕もあんまり分からない全然分からないね、そうなんですよね、うん、来るかな、ひなたくんいやいや、本当にね、今日はあれですか、やっぱり一番の盛り上がりどころで言うと、やっぱ11時半スタートのやっぱり代表の弾き語りですよねいや本当にギターでね、えなんかハンカチ必須、いつもねラストソングあるんですけど、まあ、はいはい、いつもラストソングその日の一番の売り上げの人が歌ってるんですけど、まあ、今日は周年っていうことでやっぱ代表がギター弾きながら歌ってくれるんで、うんうん、そう、やっぱ春だということで桜坂かな、いいねいいねいいね、桜坂かな、やりましょうか、なんか長渕でもいいですよ、寄せ気味で歌ってほしいですね、うん、本当に長渕でもいいですけどね。おたき上げってなんだこれ、やっぱ聞くよ聞くよ、だいぶだいぶ聞くね、本当に、うん、なんか心構えができてないじゃん。そうそうそう、やっぱシャンパンコールとかあったら、うん、この後飲むのかとかあるじゃないですか、コールラストとかで、うお酒すでに飲んでるじゃん、そう、何かしらは一撃目これですかね、これはまあまあすごいよ。いやでも僕らだってバーベキューの時とかもシャンパン持ってくやん、たまに。ああ持ってくっすねそうなんすね、まあ、でも大体こうかけて遊んだりね、そうそうそう、大体やけど、はいはい、俺家にピンドン冷えてるからねやばそう、代表も常にピンドンはストックしてるんですよね常に寝起きで寝起きで飲むんすか、一生置いてあるだけだ常にじゃないいやほんまね、面白かったね、そうそうそう去年から置いてるやつ、ね、去年からやね、貸してるっすね、寝かしてる、寝かしてる、そう、バーベキュー行こうって言って、台風ピンドン買ってきてよって言って、分かったーって言って、次の日、えげつないぐらい台風やったもんね。そうだそうだ。そうこれは無理あ、ピンドン。それから置いてあるんですか？そのまま。そのままずっと置いてある。もう家で飲むしかないっすね、もう、それは。もう店で持ってくるってのも一つですけどね。ああ、まあね。確かに。うん、そうそうそう。それが一番。確かに。ウィンウィンっすよ。ね、なんですかねこの感じはみんななんかちょっと頭ポワポワいやいやいや、俺スイッチ切ってるから今
シャンパン飲んだマジで。でも全然もうブリブリっすけど。マジっすか。もうやばいっすよ。もういきなり僕こういうテンションの時は大概11時ぐらいになったら一回事務所おるから。最初テンション上がって。そうなんね。まあでもね、ね、そうそうそう、4周年。4周年どうなるんですかね。ね、4周年なんで。いやもうね、ずーっとかける来てるっていう人がいてるから。いや、わざとっすね絶対。多分わざとやね。いやでもわかんないです。もしかしたら来るかもしれない。うん、まあまあ。そうそうね。かけるじゃないの。うん。まあこれ書いてるのがかけるさんなんですか。まあ来てないですけどね。まあ今来てちょっとね来てないんですけどね。そうなんですね。なんかあれや言ったけどね、なんかもう親戚全員死んだ。お葬式だいぶいろいろかかるって言っちゃう。そうなんですね。まあまあ詳しいことはお店の方にね。まあそうですね。できあれって感じです、ね。お問い合わせしてくれたら、うん、お店の方に問い合わせか、ここにあの代表のこの ID があるんで、これ代表にあの送ってくれたら。代表に LINE してくれたら。全部、はい、お店のことは全部ここに。何もかもですよ。何もかも。何もかも全部ここに。ここにあるでしょ。ここにこうやって。これですよ。これ。これに全部言ってくれたら。もう全部もう。そうです。もうクレームから何から何まで全て対処してくれるんで。うちの代表はもう24時間代表ですもんね。いや確かに。もう話が上手。おしゃべりが。おしゃべりが上手だから。でも今やっと上がってきたっすよ。やっと上がってきた。評価は。全然大丈夫ですか。全然なんか減ってない。水が美味しくてさ。代表はね連絡しても爆弾ならないです。代表は爆弾ならないです。大丈夫ですよ。大丈夫です。相談役みたいな。大丈夫です。はい。代表は全然爆弾ならないです。もうじゃん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 なんかもう何でも相談とか乗ってくれますよ。2週間に払ってください。もうじゃんじゃんいいいいいいそういうのも受け付けます。うちですか。他店でも全部大丈夫です。まだまだお店に今2週がいくらあるんだよっていうのを伝えてくれれば他店でも大丈夫だと思う。じゃなくてもいや疲れてない。いや疲れてるよ。本当に疲れてる。めちゃめちゃ疲れてない。めちゃ疲れてる。いいや思てない。もうまだ本当に、うん、頑張る頑張る。うわこれはね、水ってこんなうまいんすね。なんか飲めば飲むほど。あのボールペンだけ持って行っていいですか。バカかって。いいですよ。いいんかい。もう飲めないです。かけしますよってことでしょ。いやでもどうしますか、ね、新規指名で。うん大丈夫大丈夫。全然いいですか。大丈夫です。最悪ここに代表が超えてる。だから借用書に俺の名前書くから。あ、多分先の未収借りに払ってください。他店なんでお願いします。あ、はいはい、あとりあえずじゃあ一回あの連絡くださいね。はい、いやいやいや、ここに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 あるやつ。ここのやつにここにあるんですよね。免許証は別にいいんじゃない。免許証は置いてっていいですか、うん、うちの店にっていうこと。自分が困るんですよ。絶対日本人じゃないですよ。あのやっぱりほら楽しくシャンパン飲んで代表に言ってるよ絶対。いやいや楽しく絶対代表に言ってるよ。そうですね。これはね、うん、まあ前祝い前祝いですからね。やっぱりね本当に。いや最初は結構割とテンション上がるんですけど、酒飲めば飲むほどじゃなんかちょっと火が早い。早いさっき座ったばっかや。いや分かるっすよ。そのフーってなりますよね。でも言っていい、多分一番飲んでんの俺やで。確かに、ヤスさんさっきから自分でめちゃ飲んでますよね。もう自分で金払ったから絶対なくならしたろ。残すのはなし。他店の青店代表に持ってっていいですよ。いいですよ、もちろんですよ、もちろんですよ。お願いします。お願いは違うじゃん。なんでお願いするの。持ってきてくださいって。お願いは違う。初回でね、入ってくれたら。シャンパン入れなくてもいいなら行きたいです。ああもうぜひね来てください。ぜひ来てください。強制じゃないんで全然、ね、そうですね。もうできれば入れてほしいですけどね。できればできればですもん。できればでいいんで本当に。その時は楽しく飲むよね。いやその時はもちろん楽しく飲みます。捨てるなんて言いませんもんね。今は楽しくないんですかね。じゃあもうやめて。言葉遊びが過ぎるよ。できればシャンパンも入れてほしいし、もうお金も使ってほしいし。できたらですね。ひなた指名なんですけど、どうしたらいいですか。うーん、リアルなやつ。本気のやつやな。じゃあもう、一回ここまでお願いします。本気のやつ出すね。本気のやつね。一旦扱ってください。なんでこういうのニコ生で聞いちゃうんだろうね。うん、ね、
すいません、入れるお金ありません。めっちゃムカつくやん。こいつはめっちゃムカつく。うぜえ。うぜえ。どうにかして無理やり入れさせたい。めっちゃうぜえ。なんかあのすいませんって前置きがいい。いいね、なんか全部合ってるね。合ってる合ってる。顔文字とひらがなといい、うん、合ってるわ。いや慣れとるな。慣れてる。ロート慣れてるな。ロートの鍵だ。めちゃくちゃ書くのうまい。すごいですね、ほんまに。まあね、4年、まあいきなりもう話変わるけど、はい、4年前って何してました逆に。いや、その話さっきしてたんやけど、あ、俺らちゃうやん、だっていないここしかおらんから。あ、そっか。そうやね、実は。そうだね。4年前は、ね、あ、違うか。うん、そっか。4年前はあれですね、あの AJ のメトツーだったっす。うん、そうっすね、うん、メトツーで2周年までメトツーだったっすね。そう、2周年、周年、あ、まあ、1周年、そう、1周年、そう、2周年、そう。はい。去年の周年はどんな感じだったっけ。俺あんまり覚えてないや。去年あんま覚えてないですよね。え、なんか周年何してました。こっちの箱でやってましたっけ。うん、うん、やってたよ。7月にやりました、うん、あ、それ違う、プレオープンみたいなやつでした。グランドオープンから。ああ何にも覚えてない。誰も覚えてない。じゃあね、今日明日の周年はもう一生思い出に残るような周年にしましょうよ。頑張って。はい、ね。ね、あと特典もありますからね。来てくれたら史上稀に見るグダグダですよ。今日明日来てくれたら、従業員限定の、従業員しか持ってない限定の、オリジナル T シャツプレゼントします。お願いします。30秒。どうか喋って喋って。あ、飲め飲め。これ最後に飲むしかないですね。ニコ生で格ゲの人やしゃあ。一生残るやつやんな。頑張ろう。ありがとう。いやー、ぜひとも明日明後日、12時ラストオーダーまでやってるんで、皆様もよろしくお願いします。出ちゃった。ありがとうございました。待ってます。お待ちしてます。